神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします茅ヶ崎市は4月5日から人工知能 AI を使って地元出身の歌手香山雄三さんの声を再現したデジタル音声を市役所や商業施設などの館内放送で使うプロジェクトを始めます。 昨年に芸能活動60周年を迎えた加山さんから新型コロナウイルスの影響で苦しむ地元に何かできないかと提案を受けたのがきっかけということです横浜市南区の春の風物詩南区桜祭りが花見スポットとして人気の高い大岡川などで始まりました4月11日まで続きます金曜と土曜 日曜日の夜には一部区間でぼんぼり点灯やライトアップが行われる予定です新型コロナウイルスの影響で舞田公園のイベントは中止するなど規模を縮小しました美しく安全快適なビーチを対象にした国際認証ブルーフラッグを取得するため藤沢の江ノ島海水浴場協同組合が出していた申請が国内審査の承認を受けました 国際審査委員会による最終審査結果は4月に出される予定で審査に通れば民間団体が取得する初めてのケースとなります。